はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。はい、このスタイルなんか久々だね。いつも夜寝てる時に動画撮ってたりしてたんで、まあ久々っていう感じなんですけれども、今回なんですけども、ちょっと気になるニュースがまたありまして、本当かよって思うニュースなんですけれども、まあそのねスクリーンショットの方、ちょっとこちらの方にいつも通り載せておきたいと思います。それがこちらですね。はい、4月4日のニュースです。介護職員の給与加算拡充で約1万4000円増、昨年9月で29万7450円最新調査と。ほう、まあ見ていったら2017年度の臨時改定で導入された処遇改善加算を取得した施設事業所を見ると、月給常勤で働く介護職員の昨年の9月の平均給与は29万7450円、28万3790円だった一昨年の9月と比べ1万3660円高くなっていたということなんですけれども、本当かよっていう感じなんですよね。最初こうやってニュース見てた時、これ日本のニュースかなみたいな、ベトナムとかじゃないのって思ったんですけど、まあ日本ですよね、日本のニュースなんですけれども、実際ね、そういう風に給料が上がったっていう実感は全くないです。はい、全くないですね。実際4月に、まあ、昇給っていう形で僕もお給料の方ね、まあ数千円とか2000円くらいじゃないの、わかんないけど、でもそれくらいずつは上がってはいるんですけれども、実際にねこうやって1万その4000円近く給料が上がっているって言われてもね、まあ、僕の立場、僕自身としてはそんなにいきなり給料が上がったなっていうのは思ったこともないし、言っちゃえばですけど僕の給料自体もこれにマイナス4万円とか5万円したくらいですね。実際に総取得が24、5万くらいなんで、でそこから税金引かれてっていう形になるので、まあ僕も言えばおおよその金額は大体わかると思うんですけれども、その総取得にしてももちろん手当が入ってるんで、夜勤手当だとか、あと扶養手当、まあ扶養手当もないようなもんだけど、扶養手当とあと住宅手当かな、でまあいろいろ手当とかも含んだ上での24、5とかなので、でそこから税金引かれて手取りっていう形になるんですよね。実際にこうやって29万7450円かってなって、いやそんだけもらってねえけどなーって、なんかこの調査本当かなっていう不信感すら抱く感じなんですよね。実際に介護職員で29万円もらっている人っていうのはどういうあれなのかな、わかんない、役職ついてる人とかなのかな、全然わかんないけど、まあね、いろいろ処遇改善手当とかもね、いろいろ加算としてあるので、まあそれを含めた上での29万円なんて何とも言えないけれども、まあ僕の場合はね、本当処遇改善手当、まあ、数千円のみなのであれなんですけど、いやでも実際にね、介護職の給料と全産業、まあいろんな仕事をされている方とかっていらっしゃいますよね、そういう人たちと介護職を比べてもやっぱり平均給与っていうのは結構グンって下がるんで、なんだかやっぱりまだね、介護職員、介護をされている人のお給料っていうのはまだ足りないなって思っているところではありますね。それこそ前お話しさせていただいたように、2019年の10月消費税の増税とともに処遇改善手当の方もね、最大8万円支給っていうふうにはなってはいるんですけれども、その支給額とかもね、まあそこそこの施設とかで任されているっていう制度なので、いやそれやめようよとは思うんですよね。最大ね8万円っていうふうに国の方で支給しますよっていうふうになってるので、まあもちろんね、その加算されるためにキャリアパスっていうのは、まあ以前話したランクっていうのがありますよっていうお話ししたと思うんですけど、まあそれがキャリアパスっていうやつなんですよ。そのキャリアパスをね、全てクリアしたところは8万円、その支給方法だとか支給額とかを施設、その他の事業所に任せますよっていうのは個人的には納得がいかないところですね、やっぱり。でせっかくね、マイナンバーっていう制度があるので、処遇改善手当に関してはそのマイナンバーに紐付けして、で直接ねその本人に支給されるようにやっていった方が
介護職員のねモチベーションも上がっていくと思うんですけど、皆さんはどう思いますかっていうところですね。うん、実際またね処遇改善手当の話かよって思うかもしれないんですけれども、これもね以前お話ししたんですけど、まあ、仕事として利用者さんの生活を守るっていうのは当然ですけれども、その前に僕たちのね生活ももちろんあるわけですよね。その僕たちの生活基盤がしっかりしていない中で利用者さんのね生活をしっかり守りましょうっていうのは順番が逆でしょって僕は思うんですよ。正直結構怒ってるじゃないけど、このニュースに関しては結構不信感を抱いているので、結構強めの口調でなっちゃってますけれども、僕はそう思ってますね。うん、この調査本当なのかな、なんか不信感しかないんだよな。いや正直ね、まあ、介護自体はね、綺麗事ももちろん大事ですよ。利用者さんのね、生活支援とか自立支援をしていく中で、利用者の気持ちに立って考えるだとか、っていうね、綺麗事とかももちろん大事なんですけれども、それだけじゃないのがね、介護の世界なので、僕自身も綺麗事だけでこういったね、YouTube の動画を終わらせる気もさらさらないので、まあ、思ってることをいろいろとね、今後も言っていきたいなとは思うんですけれども、まあ、介護職員の立場としては以前給料が低い現状があるよっていうのをね今回お伝えしたかったなと思って、平均給与が29万7000円、本当かなっていうふうにね不信感を持ったところで今回こうやって動画にさせていただいてるわけなんですけれども、まあね、こういったお金のね話とかもあるけれども、まあ人間関係とかもねきっと大変だとは思うんですけれども、まあいいこともあれば悪いこともあるのが人間かなと、人生かなと思っておりますのでね、できる限り協力してやっていきましょうっていうことで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。